皆さんこんにちは、おなつです。今日は2つ作り物があるのでご紹介をしたいと思います。まずこちら小さい方から。こちらはローディットペーパーバッグというものです。なんか言えないんですけど、海外の方たちが結構作ってらっしゃるものなんですけど、私は夏に友達ののりこさんがアップされていたので可愛いなと思って作ってみました。で、このローディットペーパーバッグっていう名前は単純に紙袋にいろいろ詰め込むよっていう意味だと思うんですけど、そういう意味でタイトルにされてるんだと思います。こちらのダイソーのペーパーバッグを使っています。普通のちょっと大きめのペーパーバッグなんですけど、以前アップしている紙袋で作ったミニアルバムっていうものなんですけど、それと作り方が全く同じです。ペーパーバッグとか封筒とかたくさんアレンジができるのでね、いいですよね。ちょっとこの辺にね、剥がれてきてるので、そういうところをこう貼り直したりしながら、ここにも糊をつけて貼って、そしてこの幅にこの辺からこう折っています。このぐらいかな。折り目をつけて、ギザギザをね、海外の方たちは割と気にされずに作られてる方も多いんですけど、ここを一応少しカットしました。裏にも貼ると可愛いですね。貼らなくてもいいし、スタンプとかでもいいし、とてもシンプルで簡単なポケットになります。それに、今回、オーセンティックのバレンタインシリーズの、シールを、ステッカーを貼っています。こういうのなんですけど、これなんですけど、画用紙に貼って立体シールをこの裏に 1,2,3,4,5 個ぐらい貼っています。なのでちょっと立体的になっております。これを貼る前にですね、すいません、レースを少しこうひらひらにして、こういう風にして貼っています。2箇所にシール、緑のシールを貼ってボタンをつけてみました。これもシールですね。これはタイです。そしてこれもこのここにあった四角いシールですね、の上にこのタブのシールを、四角いシールの上に貼っています。裏は特別なんもしてないんですけど、バレンタインのコラージュしてみました。セリアのパールをちょんちょんちょんってつけております。こんな感じのとってもシンプルなお礼瓶とか、すぐに今お返ししたいなとかっていう時にいいと思います。こういう風にこれをね、袋に入れて送れば大丈夫かなと思います。こんな感じのものを作りました。次にこちらですね。大きいアルティメットペンパルポケット作りました。秋ぐらいだったかな、アンティさんという方がとても素晴らしいファイルを作られる方なんですけど、可愛いなと思って、でそしてしほさんもね、作り方を
アップしてくださったので私も作ってみました。アルティメットペンパルポケットっていうのは、志保さんもおっしゃってた通り、アルティメットっていう究極のお裾分けファイル的なものだと思うんですけど、それからポケットレターも入れれるし、大抵の方ポケットレター入れてらっしゃるんですけど、私はポケットレター作れなくて、他のものを入れてるんですけど、同じ大きさだと A4 だと思うんですけど、 A4 サイズのものが入るっていうことで、これに大抵のものなら何でも入っちゃうよみたいな、大きいポケットレターも入るよっていう意味で、アルティメットペンパルポケットっていう感じです。ではこちらなんですけど、クリップですね。これクリップになっています。でちょっと反射してしまうので取ってしまうんですけど、と入れてみてるだけです。またすいません、こうなってますね。パタパタで、これはダイソーのロー引きの袋です。これを2つに折っています。そしてここくっつけれないので、単純に2箇所だけ割りピンを通しているだけです。これダイソーのブランツですね。これは紙をこれですね、靴に折って、ここをブラツで留めて、でこうなってるんですけど、こうですね、ここをホチキスで、こことここにホチキスで留めて、そしたらここに両面テープがボンドを塗って、こういう風にこういう風に固定しています。でホチキスのところはマステで隠しています。うまく説明できなくてすいません。こうなってますね。でその上がトレペの、封筒になります。マステここを折って留めてるんです。そしてなんですけど、このようにしています。このみたらしクラフト封筒2号を使っております。こういう風にですね。でインスタでのコメントを参考に、この封筒2枚使っております。これ1枚 と半分にカットしたの、のりしろを残してカットしたものをポケットにしようと思います。でそれに今貼るペーパーを作っております。これをこう入れても、少しこれ封筒の折り目なんですけど、余るかなと思ったので、蓋の折り目よりこっち側にこの辺りで折って蓋を閉じています。封筒にこうやってのりしろですね、ここにのりをつけて、ここですね、こことここに両面テープ、細い両面テープとかで貼ってみようかなと思います。でこの辺にボンドで横にツーってで仕切りを作るか、その辺ちょっと考えています。でここにもペーパーを貼って、これ普通紙を、柔らかい普通紙を画用紙に貼り付けています。
これティムホルツの8インチのペーパーなんですけど、私結構ミニアルバムを作るときに8インチペーパーも購入するので、たくさん紙が余っているので収納しています。8インチですね。これ紙素材を入れています。今回アルティメットペンパルポケットなんですけど、ペンパルっていうより自分用の収納にしてしまいました。これも押し切ったのは物が全部下にこう溜まってしまうんじゃないかと思って、こういう風になので仕切ってみました。この8インチを収納したくて、ここから数えて20センチなので21センチくらいのところでピーって引いてます。ペーパーがおしゃれで可愛いので、こうやってずらしたりしてます。そしてメインのこのアルティメットって言われる特徴なんですけど、ここから私はポケットレター作れないようにしています。紙の素材を収納しました。これいただいたものなんですけど、めっちゃ可愛いです。A4 のポケットレターと同じサイズの素材を収納してみました。これが倒れないようにここで留めています。こういう感じで、これなんかどうしようかな、なんかアクセントになっていいかなと思ったんですけど、ちょっと気持ち悪いかもしれない。はい、こんな感じで作りました。今回はローディットペーパーバッグとアルティメントペンパルポケット2つをご紹介させていただきました。では最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた。